どうもこんにちは、奥村です。どうも、レンタツです。はい、ということでですね、今回ね、ハミラジ対談ということで、まあ、いつもは私、奥村と玉井の2人で普段やってるんですけど、まあ、たまにこうやって人生をね、おもろく切り開いていってる方々をお呼びして、ハミラジ対談という形でね、やっていってるんですけど、うん、今まで十何回やってて、で今回恋愛マスターのね、レンタツ氏をねお招きしたんですけど、はい、実はハミラジ対談第11回っていうので、うんうんうん、1回すでに出演していただいてて、うんうんうん、まあ、その時のタイトルは、まあ、概要欄に載せとくんで聞いといてもらいたいんですけど、うんうん、顔、声、身長すべてにコンプレックスを持ち、鏡の前で泣いていた青年が超絶美女から求められてやまない恋愛の達人、成長するまでみたいなテーマで、うんうんうん、そういう回があって、その時はまあレンタツ氏の、ゲロ悩み時代とか、一人でトイレで飯食うたりしてとか、なんかそれぐらい残念やった時代から、まあ超絶美女からモテるようになったり、なんかそうやってビジネス的にも切り開いていったりっていう、やっぱそのとか、そこの活動の熱い思いとかもね、男らしいマインドセットを全てに通じるやつとかを話してもらったりした回があるんですけど、うん、任してください。任すわ。任さへん、俺も行くけど。そっからね、ちょうどその時の音声から2年半経ってるんですよ、はい、ああ結構経ちましたね。そう、2017年末にその対談音声流したんで、2年半も経ったらね、また我々非常にパワーアップしてまうやんか。まあそうですね。ということで、パワーアップ連達をね、今回お呼びしたんでね、じゃあここでしか聞けない音声内容をぶちまけましょうか。おー、ぶちまけて。普段やっぱ恋愛の話ね、自分の発信では恋愛の話させられるもんね。まあそうですね。人生マインドセットとか仕事マインドセットも男らしいのにね、そこはあんま話してくれてないわけで、ハミラジでしか聞けないわけですね、うん、そうですね。まあそういうふうにここでしかね出さないんで、まあじゃあちょっと紹介、なんとなく最近どんな感じで活動されてるかちょっと聞いてもいいですか。ですね、主にまあその恋愛のやっぱりコンサルっていうところでコンサルをやってるんですけど、まあそういう、コンサル生と筋トレをしたりとか、キックボクシングをしたりとか、まあ座学だけっていうよりは、まあそういうそのちゃんとこう体も鍛えて男らしくなっていくっていうところで、まあ活動してまして、明日はもう皇居ランをやるんですよ。なんでなん、まあ普通に何ていうんですか、心身のこうデトックスして、やっぱり女の子と絡む際に自分がやっぱりこう心も生き生きとしてないと、結局なんかそのダラーンとした感じ、仕事疲れたっていう、まあそういう負の状態で女の子と絡んでしまうと、結局女の子を楽しませられなかったりとか、やっぱり与えるものが与えれなくなっちゃうんで、まあちゃんとみんなでそういう整えていくっていうやつを一緒にやりましょうかみたいな。結構手厚い。ああ、おもろ。はいはいはい。そういうのが明日あると。そうです、そうです、そうです。とか、まあ、あと目の前でその僕が女の子とその電話を、ね、したりとか、まあ、そういうこともやりました。あ、実際に女の人と電話をしているところを、まあ、聞いてもらってみたいな、雰囲気をとかみたいな、ね、あ、そうですね。あー、まあ、デートしているところを横でカフェで見てもらうっていうのもありますし、まあ、なんとなくこの初めて、この音声を通して僕を知った人っていうのは、あ、そういうことやってるんだっていう、まあ、少し伝わったかなと。あんま伝わってないです。そこもちょっとね、おもろいから今日はいじっていきたいんですけど。下手くそやな、説明。おもろいな。ちょっとおもろい。いじりがいがあるでしょ。いじりがいがあるな。連達師って、まあちょっと俺からちょっと説明すると、はい、やっぱりめっちゃええとこもあって、おもろくて、はい、今日はね、結構その辛かった時代とか逆境時代もちろんあるわけじゃないですか。ありました。対談でも出てきましたけど、それこそ本当にコンプレックスに悩んでたとか、ちょっと本当に絶望してた時代があるのに、やっぱずっとでもなんかダークサイドにいかんというかさ、ネガティブにならずに、そうですね、ピュアな少年の気持ちでずっとずっと突き抜けていってるわけやん。そうですね。そこがすげえおもろくて、やっぱり。あ、そうなんですか。そうそう、なんか一回も別に何や、すげえさ頭がいいとかさ、はい、そういうのないやん別に。頭いいって言われないんですけど。
そなんかもう一人ね、玉井とかと比べたら、東大とかと比べたらね、うん、頭いいって思ったことないけど、確かに、うん、確かにでもその男らしさとか、そのポジティブ、あのプラスのエネルギーというかさ、オーラで恋愛もビジネスも人生も切り開いていってるっていう、俺は印象なんですよね。はい、うんうん、あの間違ってないですよ。そう、そこがすげえおもろいから、なんか論理的な説明さっきしてもらおうと思った時公共欄しますとか、はい、どうでもええわと思って、うん、ちょっとおもろかったんですけど、うん、はい、なんか今回そのなんやろな、やっぱりどっかでみんなあの逆境になった時に くじけていく人多いと思うんですよ。なんかあのその恋愛だけじゃなくて、例えばハミラジとかでビジネスとかもなんか初めてだんだんネガティブになっていってみたいな、うんうんうん、人生楽しくなくなって心が折れてしまうみたいな、その辺どうやって突破していってるとか、うんうん、そういう時どういう風に考えてるのかとか、あ結構ピュアにというかさ、変になんかを疑って、うんうん、なんか車に構えてさ、あの全然進まなくなるみたいな言い訳して進まんくなるみたいな、そういうのはあんまないタイプやん。ないですね。ピュアないです、ね、ピュアやな、うん、めっちゃだ、うん、ちょっとそうん、ほんまに騙されるっていう方向での心配はされること多いですけど、確かに騙すん簡単そうやな、連達。いやピュアすぎて、そうなんですよね、うん、まあ、どういうふうにこう突破していってるかとか、どういうふうにこう自分の中で考えて取り組んでるかみたいなところですよね、うん、そうそう、ちょ例えば負荷かかった時なんかビジネスもうまくいかへんし、その人間関係というか女子との恋愛もうまくいかへんみたいなって絶対あるわけやんか。ありますね。でなもう俺無理やんけみたいな思ってまう時絶対あるわけやん。ありますありますあります。そういう時どんな風に捉えてるかっていう、うんうんうん、やっぱりまだそういう自分のその至らなさとかやっぱり未熟さが、その現象を招いたっていう風にまず考えるんですけど、あはいはい、まずもうそもそもそこが自分ごとなわけね、いきなり。そうですね、主人公感マックスなわけね、うん、あの全然そのなんていうんですか、例えばですけど、うんうん、ま、自分が車に乗ってて運転してて事故しました、で自分は止まってたのに、うんうん、なんかその車その言ったら向こうから突っ込んできたみたいなことがあったとして、うん、はい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 、普通の人はそこでいや、うん、突っ込んできたあいつなんやねん、あいつのせいで俺の人生が、俺の車がむちゃくちゃなってみたいな風に普通の人考えてまうという場面ね。考えてまうでしょうね、きっと。うんうんうん、僕の場合もちろんその、はい、その考えは9割そうなんですけどちゃんとあるわけね、その考えも。その考えもちゃんとあって、もうふざけんなよみたいなあるんですけど、1割はいやここにおって俺も悪いしな、うん、みたいな。はい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 、ちゃんと自分主人公感も忘れないわけね、そこで。あそうですね、例えばもし突っ込んでくるのが早めに感知できて、うん、で早めにあの例えばですけど、うんうん、信号を無視してでもその車をアクセル踏んでかわしてたら事故起きなかったかなとか、もしくは一瞬でそのバックミラー見て車がいなかったら一瞬そのやっぱりそのバックして下がるっていう選択肢も取れたわけで、突っ込まれたっていうだけのその解釈っていうのが僕はあんまなんか自分で好きじゃなくて、ああはいはいはい、全部周りのせいで俺がむちゃくちゃなったが 100% の解釈がまずつかんと。そうです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 ね、1ミリは自分も参加させてくれとそう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 女の子と絶対言い合いとか、なんか絶対自分悪くないしなって思っててもなんか向こうがそのはいはい完全にそう女子が悪いっていう場面で言い合いになったとしてもみたいな、はい、なったとしても絶対ここは自分が、うんうん、あのこういうふうに女の子にそのなんていうか気持ちを汲み取れてなくてこういう言葉を使っちゃったことに対してごめんねとか、それに対してやっぱりこの不快に思ったわけだからそこはごめんねとか、はいはいはい、1割は最低1割はその要素をぶち込んでいくと、絶対そこ1割は自分責任あるなと思って、うんてますね、はい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 、どんな場面でもみたいな、うん、どんな場面でもそうですね、それは別に。じゃあビジネスしててもみたいな、部下に対しても、まあ、時ってあるやん、ね、はい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 、部下に対してどういう感じ、部下に対しても、まあ、ミスはしてくるわけやん絶対。そうですね、やっぱり、うんうん、まあ月並みですけどそういう指示の仕方が具体的じゃなかったんかなとか、
あとは期限をちゃんと設定してあげなかったからそのダラダラとしちゃって、あれいつ終わるん、うん、みたいな話になっちゃったんかなとか。ああはい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 。あとはやっぱりそのどういうことにあの注意してやるんだよっていうことを最初にその方向性とか目的っていうのを明らかにしなかった自分が悪いかったなとか。お絶対そこは忘れたことないですね本当に。あもう初めからやない、それはずっと。いやその途中からです。10年前とか途中からです。おそれいいな、あの後天的にそれ身につけれるってことやからな。途中からですね僕。あいや初めはやっぱりそのモテへん自分を恨んだりとかその運命を恨んだりとか、そうですね、前のせいやとか環境のせいやになってたけど、途中から身につくってなるとみんな身につけれるってことやからね。みんな絶対できますね。えそれはどんな感じ、最初からだんだん、はい、途中でっていうのはそれ意識するようになったってこと。そうですね、まあ18歳のある時やっぱりその最強になりたいっていう、まあ、一言で言ったらそのやっぱビジネス力もあるし、まあ普通に人からもモテるし、はいはい、まあそのなんていうか、はい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 、素直さもマックスだし、美女まみれやしみたいな美女まみれやし、最強の男になりたかったと。できないこと基本何もないみたいな、はい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 、もちろん苦手分野とかはあるけどその自分の中で その男としての、はいはい、まあ、ある種完成像みたいな、はいはい、スーパーマンにね男として、そうですそうです、大体18歳の時になって、うん、18歳の時に今描いてでじゃあその完璧な、まあ、最強の男が持ってる要素っていうのを、まあ、分解したりとか、あるいは自己啓発本から読んで汲み取った時に、うんうんうん、やっぱりそういうさっき言ったそのどんなことがあっても自分の、まあ、性というか責任っていうのがちゃんとあるんだよみたいな、まあ、教えがあって、はいはい、確かにすごい人、なんかすごい結果出してる人とか人間として素晴らしそうな人って結構みんなそれ言うてる人多いなみたいな、はいはい、ありますよね、全部自分のことやと考えてみたいな、うん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 、うん、それみんな言うてるなっていうところからなんとなくね、なんかみんな言うてるしなみたいなって気づいてくるよね、うん、そうなんですよね。でまあその時に最初はきっかけはそんな感じで、とにかくその、はいはいはい、もう 100% スポンジのように素直にそれがそれをしたら俺はええんやっていうので単純な発想でそれをもう取り入れたっていうかそこ素直やなめっちゃ素直っすね。だからそこめちゃくちゃ素直やな。僕いいものに触れたらもう単純にパワーアップするっていう人生なんですよ、ね、ほんまやな。だってまず俺もとかやけどあの、はい、ちょっとひねくれが入ってると、はい、まず一回いい情報に触れたぐらいでは、例えばそのやっぱり不平不満っていうのはすごい人言うてなくてみたいな、はい、やっぱ全部自分ごとに考えてそれを自分の責任突破していくってみんな言うてたとして、最初にその情報に触れたとしても、うんうんうん、いやでも今の俺のこの状況は俺じゃないやろみたいなとかさこれはハードモードすぎるやろみたいな、ちょっとひねくれてると、うんうんうん、まずそのいらんワンステップ挟んでまうわけよね。なるほど。それでまた成長が遅れるんやけど遅れを取るわけですねそこいきなり素直ピュアボーイモードで入れるわけやもんね。いきなりそのパラダイムを採用できるっていう。そうですね、めっちゃ強いやんそれ、うん、まあ純粋にそのいいプラグインを僕に自分にプラグインをそのねやっぱりこう注入していくんで、はいはい、プラグイン導入がめっちゃ早いな、うん、そうですそうです。もういいものはやっぱり単純に取り入れないと、うん、その今まで自分が信じてきたことっていうのが通用しなかったっていう瞬間が目の前にあるのであれば、1ミリも固執せずに捨てるっていう。おいいこと言うてくるな、さらっと、うん、いやもうなんか普通にいつも意識してることをただ言っただけなんですけど本当にそれめっちゃ大事やからな、うん、そうですね、うん、いつも意識してることあんま言わへんからなみんな。確かに確かにうん、うん、極秘テクニックやでこんなもん。うわやべ言うてもうた。有料級の有料級マインドマインドは知らんけどねまあそんな感じです。確かにあの今までうまくそれで言ってなかった自分でもいらんなと、はい、いらんこだわりやなと、うん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 、で逆にいい考え方とかいいものがあるんやったらいらんの捨ててそれをすかさずプラグイン導入するっていう、うん、はいはいはい、それはもう男らしいな、うん、まあそれは確かに自分の中でもまあなんていうんですかね、ずっとやってきたことというか、うんうん、なんかそれって
過剰に自分にまあ自信がないっていうことなのかなっていう、いい意味でね、はい、いい意味で、いい意味で、はい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 、やっぱりそのどこかで自分っていう人間はしょうもないってどこかで自分のことを思ってる節もあって、ああいい意味でね、はいはいはい、そうですね、なんでその自分が常に完璧な最善なおその行動とかを取れる選択をできるっていうふうには思ってないんで、やっぱ自分が間違ってたかなって、常に女の子でも男でも年も関係なく相手と喋ってて思うっていうか、何いいこと話してんの、いやいやちょっとほんまに、いやいやいや何いい話してんのよ、確かに今のね連続詞の言葉はすげえ、もうほんまにいいことだなって思ってて、要はあのさ、ちょっと頭いい人とかってやっぱ自分が完璧とか、はい、なんか周りがアホやから、世の中がアホやからあかんねやみたいな、分かってないやみたいな入るけど、でやっぱどっかしらにやっぱ全然まだまだ未熟で自分はみたいな、なんかそのスペースがあると、そのスペースって成長できるあの余白があるというかさ、伸びしろがまだまだあるみたいなさことやんか。ああ、そうですね、その伸びしろを常に何割か開けてるっていうスタンスで日々生きてたから、それは表現が上手ですね、ビジネスも、いや上手じゃない、うん、たまにとかもっと論理的に言うてくるから、あいつ理屈、これを理屈で説明してくるから、いや、お二人ともさすがです、ね、いやいや、いじられてるやん、ピュアボーイ、いじられました、一番つらい、一番さすがニュアンスの鬼は早いですね、気づくのが、もう、いや、やかましいわ、ほんまに、もうそれは言えないけど、はい、常に確かに伸びしろあるっていう状態あったら、無限に成長するもんね。それでもそうですね、嬉しいですね、なんか自分でそうやって客観的に自分見てみると嬉しなってもうたんや。そうですね、確かに確かに、なんかある一定のところ、例えば結果とか出たら、例えばあの飯食えるようになりましたとかさ、あのビジネス始めて、はい、まあ、月何十万かで飯食えるようになったとか、なんか女の子と定期的にデート行けるようになりましたみたいなところに、ゼロからスタートした人が到達一旦してしまうと、人によっては今までのやり方が正しかったからできたっていうことで、もうなんか一息ついて成長せんくなったりする人おると思うんですよ。いますね、もういけたみたいな、うん、でもうその昔のやり方にも固執するし、もういけたから特に変化させんくなるしみたいな、でもそうやって常にあのまだどっか自分成長の余地あるんじゃねみたいな、これは正しくないんじゃねみたいな余白があると、いい情報が入ってきた時におっしゃこれ実践しようみたいなんで、ああ飛びつくスピードチーター以上ですよ、僕めちゃくちゃ速いです。確かに何か早いな、自分量ですね、本当そこに関してはなんか新しい情報とか良さげな新しい情報来た時に、ああやりたいみたいな感じになってる。そうですね、まあやっぱり好奇心が旺盛とかもありますけど、まあ、やっぱさっき言ったようにその自分っていう人間が完璧じゃないって思ってるのもありますし、うんうん、まあ成長に貪欲っていうのもありますし、あとは何でしょうね、素直な方が得だなって思う時がやっぱありまして、うん、なんかそれは後々思うようになったんですよ。最初はそんなこと全く意識しなかった、ありのままだったんですけど、積極的素直やな、戦略的素直やな、それは、うん、はいはいはい、そう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 。でもよくよくいろんなその社会に出ていろんな本当に男女問わずいろんな人見てみると、なんかすごい我が強くて損してる人にたくさん見てきて、うん、なんかそれを反面教師にして自分のその素直さっていうのをより強めたっていうのもありますね、うんうん、はいはいはい、いや別にそんなつもりないですけど確かにこれめっちゃ強みやんけみたいな、うん、そうなんですか、忘れやんとこみたいなね、確かに確かに、うんうんうん、うわ俺がディスられてるみたいな、ほんまでも普通の人はそんな、うん、いやあの連達師みたいなもう素でピュアみたいな人たまにおるけど、はい、やっぱ強くて、あでも普通はやっぱあのガーというか自意識、自意識過剰、自意識過剰マインドセットを整えてしまってるから、やっぱあの確信をつかれたりするとうわってなるわけよね、そのありがちっすね、ほんまに正しくて自分そこ変えた方がええやんって言われた時に、うんうん、もう本当に自己防衛反応が働いて、認めたくねえみたいな、そうそうそう、いやでもみたいな、ひも手がバレるみたいな、
そう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 、ひもて仕事できひんのがバレるみたいな、うんうんうん、そこを変えてしまったら自分が自分じゃなくなるみたいな、悔しいみたいな、なんかそれが邪魔して素直に確信つかれた時に受け入れられへんというかさ、うん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 、それ以外の方法で前に進みたいみたいなさ、避けて通るみたいな、うんうんうん、正面突破できんくなったりってやっぱ普通はすると思うんですよね、うんうんうん、で俺もやっぱそのニュアンスすげえわかるし、うんうんうん、うわーみたいな完全正しいこと言われたあーみたいな、そういう時にでもあの連達のこととかたまに思い出すことあるよ、おあいつやったらそれを受け入れてるというか、それを受け入れる方が得やっていう風に解釈するから行くなってなったら、うんうんうん、俺もあじゃあ俺もちょっと素直モードで行こうみたいなさ、うん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 、感じで憑依させる、戦略的に憑依させることはできるわけやん、考えたら、うん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 、それで突破したりするもん俺も、うん、でまあそれを続けてると、そうですね、割と素直がデフォルトに近づいてくるというか、なんか自意識からの邪魔が減るというかさ、自己防衛の邪魔が減るみたいなっていう風に後天的に確かにねよくできていけるよね。へえ、うん、それは恐ろしい価値提供ですね。いや、ずっと誰にやねんっていう。ちょっと意味わからんツッコミ来たけど、あんまり、うん、僕が奥村さんに対してのね恐ろしい価値提供、ね、ああそうやな、されてたわ確かに。何百万払ったらいいんですかねこれ、うんまあでもほんまに素直さは、うん、あやっぱりあのこう思うんですよね、そのやっぱ社会に出てその大人になって建前と本音を使い分けることだけすごい上手になってって、うまいことやるみたいなね、うまいこと、そうです、そうです、その場を取り繕ったり波風立てずに、うん、人間関係を こなしていくみたいなね、それも一つの技術、そうです、そうです、確かに社会を生き抜いていく技術ですけどもていく、ね、はいはい、ですけど、はいはい、やっぱりその忘れちゃいけないものがあるっていう風に強く自分でこの自覚してるっていうのがあって、人としての大事な部分とかその素直な部分っていう、そうですね、やっぱり変えるものと、はいはい、その変えないものというか変わるものと変わらないものみたいにちゃんと自分の中で切り分けをしてるっていうのがありますね、この素直さはどんなことがあっても絶対誰にも譲らんみたいな、はいはい、そこは絶対譲らへんし、絶対逆に言うと、はい、絶対ずらい、逆にどうでもよくてみたいな、でも変えた方がいい部分は変えるみたいなね、捨てる、すぐ捨てるしみたいな、あもうほんまに秒で捨てますね、はい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 、躊躇ないっすね一切。お例えば恋愛とかやったら、なんかこういう服装好きやけど、うん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 、こんなん誰が見ても嬉しくないし女子からの反応も悪い、受けも悪いってなったらすぐ捨てれると、はい、すぐ服も変えれると、うん、変えれますね、うん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 、あの前メルマガで僕書いたんですけど、